イスマキレイチャンネル、皆さんこんにちは。はい、今日は2つの報告がありまして、よきよき2つの報告がありまして、そちらの報告動画になります。はい、ということで、ね、本当に今までタメ撮りを今してる状態なので、皆さんがね、どんな反応があるのかまだ自分自身では分からないので、ドキ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 しながら YouTube 撮影をね しているんですけども、はい、今日は初めて赤ちゃんの心拍を確認できました。今までは3回目なんですね。3回目なんです。産婦人科に行って3回目なんですけど、1回目はもう陽性反応が出たの確認、2回目は胎脳が確認できた、で3回目で赤ちゃんの存在を確認できたということで、本当に良いんだみたいな。で、3センチ、もう 0. 何ミリとかなんですよ。でも定規で見ちゃった。これなんて見えるの？エコーみたいな感じで感動しましたね。ちょっと初めてなのでね、自分が赤ちゃん本当に妊娠自体が初めてなので、失敗とか失敗してないと限らず、だからちょっと感動しました、ね。心臓の音あんなに聞こえるんですね。なんて聞こえてんの？スピーカーなんかな？なんかみんな聞こえるんですよ。めっちゃドク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 っていうのを聞こえさせてくださってるのかちょっとわかんないんですけど、めっちゃ聞こえて生きてるって思いました。当たり前なんだけど、なんか体の中にまた一つ生命があるっていうことに関して不思議すぎて、今までねペットとか飼ったことあるけど、ペットお腹の中で飼ったこととかないじゃないですか。ハムスターとかさ、しかも目に見えないからさ、わかんないんですよ。行かないと、そうやってエコーとかに行かないとわかんないじゃないですか。いや、なんか不思議すぎてびっくりしました。はい、皆さんもね、そんな感じなのか。皆さん大体一人で行かれるんですか？私はね、今回一人で行ったんですけど、ちょっといつかね、旦那氏と一緒に病院に行きたいなと思っているんですけども、ちょっとびっくりしましたっていう話です。そしてですね、もう一つ報告があるんですけど、そちらもですね、なんと出産予定日が確定しました。はい、出産の予定日がね、心拍が確認できたことによって確定しました。なので、その出産予定日から逆算すると、なんか週が今何週目っていうのがね、ちょっとずれていて、今までの動画で5週目はこんな感じだった、6週目はこうだったって言ってるんですけど、それが若干ずれてはいたかなと思います。5週目の、感じ、5週目がこうでしたって話も多分7週目8週目だったんじゃないかみたいな感じになってるので、ちょっと正確ではなかったかもしれません。すみません。ということで、出産予定日を発表したいと思います。出産予定日は11月の15日になりました。めっちゃ真ん中、11月のね、真ん中だよね。弟の誕生日が11月の22日のいい夫婦の日なので、それよりも前に生まれてるっていうのがすごい、なんか不思議。でもね、なんか11月の誕生日ってめっちゃいいんだよ。めっちゃいい記憶って分かんないけど、今年は10月17日なんですね、誕生日が。で、10月はハロウィンがあって、11月は、まあね、誕生日だ、うちの弟の誕生日があって、誕生日だと12月はクリスマスじゃん。で、1月はあれじゃん、少し明けおむじゃん。あと、もうケーキケーキケーキなんかもらえるじゃん。ケーキケーキもらえるもらえるじゃん。もうなんかもう10月からね、大好きな、私10月からの後半がもうイベント尽くしがめっちゃ好きやねん。だからね、弟とはもう一緒に過ごしてないから、10月自分の誕生日でパーティーでしょ、11月子供の誕生日パーティーでしょ、12月クリスマスパーティーでしょ、1月年明けパーティーでしょ、最高。では11月の15日、まあずれてたと思うんですけど、大体11月15日が予定日になりましたので、皆さんちょっとその時はね、動画出てると思うので、ちょっと応援していただけたらと思います。まだまだね、ちょっとどうなるか分かんないから、ぬか喜びみたいにね、いろんな人をさせてしまう可能性もね、何が起こるかと分かんないので、その不安も若干ちょっと気持ちを持ちながら、はい、あとはまあ、もし病気の子だったらとかいう話もこのね動画にしたいと思うんですけども、病気だったらどうするのか、今病気をなんか生まれる前から分かるみたいな話あるじゃないですか。そういう話とかも、まあ、旦那氏とかと一緒に撮れたらいいなと思っております。はい、ということで本日はこの2つの報告動画になります。皆さん聞いてくださってどうもありがとうございます。これからも、
ちょっと体調を気にしつつにはなるんですけども、動画撮影と編集頑張っていきますので、あと TikTok の投稿も頑張っていきたいと思いますので、ちょっと無理せずに、はい、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、話はね、ちょっとお仕事も結構忙しい、まあ、自分の撮影の裏にはいるんですけど、います結構忙しくて、曲ね作ったりとか、まあ、アイドルのプロデュースしたり、あとは他の会社との打ち合わせだったり、本当にめちゃ忙しいんですよ、あのアイドルの撮影したりとか。だから、まあ、毎回一緒に撮影するっていうのはない、私が勝手にね撮りたい時に撮ってる、話がやっぱりめっちゃあるから撮ってる感じなので、夫婦関係は両方なのでご安心ください。自分の TikTok 一人でやってると結構離婚離婚言われるんですけど、まあ、喧嘩ももちろんするし、ね、言い合うことあるんですけど、本当に結構ご飯とか夕方がやっぱ体調悪くなっちゃうので、ご飯作ってもらったりとか、割と最近ご飯作ってもらったり、最近はね朝一緒にフルグラ食べたりすることにハマってるので、ダイエットとかも頑張ってるので、また動画2人でね撮れる時があったらちょっと話そうってタイミング見て撮れたらと思いますので、ご安心ください。そこは、はい、まあ、喧嘩してる時の動画とかもねあげると思うんですけど、ご安心、ガチでご安心ください。ということで皆さん、本日もありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。またねー。